父島は、東京都、小笠原諸島の父島列島の島。東京都島所部に属する。東京都小笠原村の中心的機能を担う島で、あり、小笠原村役場はこの島に所在する。洋島に次いで、小笠原諸島で2番目に大きな島である。周囲の新島、弟島などの島とともに、父島列島を形成する。一度も、 大陸と陸続きになったことがない海洋島で多くの固有種が存在する。島全体が小笠原国立公園に指定されている。集落は島の北西部の大村地区が中心。島の西側に西に開けた二見湾があり、湾の北部に二見港がある。1920年代から大日本帝国陸軍によって砲台などの軍施設が建設され、 太平洋戦争の頃にはさらに増強が進んで、父島要塞となった。飯盛山近くの須崎地区には、大日本帝国海軍の飛行場が建設された。現在でも夜明け山や、ついたて山などには、日本軍施設、残酷、砲台の後、降車砲などの残骸が残っている。現在では、海上自衛隊の父島基地や宇宙、航空研究開発機構の小笠原追跡基地、 国土地理院の VLBI 観測局などが設置されている。1968年、アメリカから返還。小笠原諸島復興特別措置法により10年間で約300億円規模の公共事業などが実施された。復興にあたり水や電気の配給を効率的するため、一等一集落にまとめるよう住民の移転が、 行われたが、父島は面積が広く農家が通勤を強いられるようになるため、一等に集落として整備が行われた。温暖湿潤気候に属している。温帯と熱帯の境界域に近い亜熱帯気候であるが、沖縄と異なり梅雨の時期がないため年間降水量は沖縄より格段に少ない。このため、熱帯雨林気候に近い沖縄本島と異なり、 父島の気候は熱帯モンスーン気候に極めて近い。明治時代の父島1920年頃の父島速攻省がさわ原、父島にあるペリー帝都来訪記念日をがさわ原、父島にある昭和2年の昭和天皇行幸記念日2018年1月、現在定期航路は船による、 東京と本土の竹芝府島と父島の二見港を結ぶ航路しかなく約24時間かかる。1990年から2000年代初頭に旧運輸省を中心に高速船を建造して本土と小笠原諸島との移動時間を短縮する超高速化客船テクノスーパーライナー計画が企画され、建造された高速フェリーは収益することなく解体された。 2018年現在、かつて大日本帝国海軍飛行場があった須崎地区に空港を建設する計画が検討されている。島内では自治体バスとして小笠原村営バスが運行されている。父島、二見港に入港する小笠原丸二見港トカゲの一種グリーンアーノールが定着し、昆虫類を大量に捕食している。1990年頃に侵入した。 ニューギニアや,やりがったリクウズムシがカタツムリなどを捕食し、2000年頃に30種いた陸外類のうち4割が絶滅した。ありがとうございます。